特に腸内環境というのは非常に大事だなというふうに自分も診療の中で実感してグググッとその後から深く入っていたところであります。免疫細胞の、7、8割を活性化していると言われています。やっぱり一番大事にした方がいいのは、腸内フローラ。私も本当に先ほどちらっと言いましたが非常に腸内環境悪くて本当に悩みがずっとあったんですけども、後ほど説明ある食物繊維が非常に足りてないんですね。いろんな先生が腸がどうしてこんなに悪くなっちゃったんだろうって、一番やっぱり食の方にもちろんこう気がいくわけなんですが、 12g 1日で、できれば 25g ぐらい食物繊維を取った方がいいと言われてるんですね。皆さんがパッとイメージするのは結構不溶性食物繊維が多い食品が多いんですが、咀嚼を増やし硬いのですたくさん噛みます。それによって満腹感を得やすくなって、水溶性繊維をちょっと最初意識して取ってくださいというお話をしてあります。善玉菌を活性化してくれるとか、ブドウ糖の吸収を穏やかにしてくれるということ、主に不溶性の食物繊維をはじめ女性にとてもいい鉄分とかカリウムとかマグネシウムといったミネラルですね、そのようにこう深めていけば深めていくほど学べていけて、また新しいデータもどんどん出てくると思うんですね。なんかサプリとか薬とか使い方にもよると思うんですけど、頼ってちゃいけないなっていうことで、頼れるのは食事だけだというふうに思って、善玉菌、ここに書いてありますが善玉菌、それから悪玉菌、あとですね日和見菌という3つの菌に分類されています。でそのバランスっていうのは加齢に伴って変化をし続けているものなんですね。でじゃあ生涯を通じて腸内を善玉菌寄りに保つためにどうしていくかっていうと、日和見菌の存在が重要になってきます。で日和見菌の存在を善玉菌寄りの働きするようにしておくことが重要なんですね。で普段の食生活をチェックということで、チェックする項目がございます。まずそこを皆さんぜひ自分の食生活を振り返っていただいて、どのぐらいチェックがつくかぜひやってみてください。血糖値の上昇とかコレステロール値を低下させる役割っていうのもあります。でよく食事をするときに野菜から食べましょう、食物繊維の多いものから食べましょうっていうのをよく聞くと思うんですけども、それがどうしてなのかっていうメカニズムを、ね、今日ちょっと簡単にお伝えしようと思うんですが、ちなみに今現在の20から40歳代の女性のこの摂取状況を見てみると、大体水溶性が1に対して不溶性が3になっているというふうに言われています。1対3ぐらいなので、ちょっとこの割合というところも、ね、ぜひぜひ注目してもらうといいのかなと思います。どうしても生成されたものって食べやすい一方ですね、栄養素順除かれてしまっているので、ここを変えるだけでもかなり違ってくるかと思います。食物繊維についてここまでお話しさせていただきました。もしわからないところとかがありましたら最後までおりますので、個別にご質問いただければと思います。後半部分ですね、こちらで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。